前線を抑えて、あ、なんかライフありそうだな。ああ、そういう感じか。わからんけど。侵略しろってこと？まあ、侵略すりゃええんやな。敵を殺す。あ、待って、このマップ知らねえ、全然知らねえ。俺、あ、初めて会ったと思う。え。てか、何この人たち？ AI やん。敵、血ですか、これ。チーレスなのか。いや、わかんない。なんか敵の拠点あるし。わかんねえけど AI たくさんいるな。で、立ち回りもわからんけど。とりあえず敵の拠点の方行きゃいいか。そういうことだ。AI、こっち AI じゃないや。リロード中だ。さす。あれ？これ待って。これ追加マップじゃん。あ、これ追加？で、これ普通にチーレスっぽいぞ、なんか。AI 混じりの、得点的に。だね。まあ、今やったのはプレイヤーか。ちょっと待って、ここが 追加マップってそういうこと？そういうこと。追加マップ組み込まれてるよ。あ、これ、プレイヤー、非プレイヤーは1ポイントなのか。ちょっと俺、それは無理だわ。でもこれ、いくら AI と言っても囲まれたら。やべ、プレイヤーだ。待って、なんか得点のゲージの上がり方がとてもしょっぱいんだけど、永遠に続く。AI ばっかり倒してたら、まあ進まないから、頑張ってプレイヤー見つけないといけないってあれか。スナイパーが。あ、ここ登れるんだ。危ねえ、マジで。くっそ。プレイヤーに殺されるときに頼む。プレイヤー5ポイントだからやっぱでかいね。プレイヤーを殺せ。やべ。AI 作るぐらいなら64対64にすればいいだけでは？なんでそうしないんだろう。わからん。やだ、スナイパーに見られてる。あ、登れな。ゴミ地形。ゴミ地形。ははっ。まあ、前線を押していけってことなのね。押していけばリスポーンする場所もだんだん進むんでしょう。当たったし。レーダー欲しい。行って。あ、仲間か。え、どっから撃たれた今。なんかカメラ。いるよね。ああ、ナイス UAV。このモード UAV ないと嫌だな。外にドローン飛んでんだよな。これだ。これもう割と前線上げてるよ。まねえや。危な。弾補給して。ああ、くそ。
うわ、すまん。弾補給できないの普通にしんどいな。弾補給の場所に行ってんだけど、あいつ。前線落ちてたら暇がないから。ようやく行けたよ。さっきからプレイヤーばっかりや。おいしい。よかったよ。やっべ。地味なモードだな。思った。それほど戦車とかヘリがとかガヤガヤしてるわけでもないし。ただでかいチームデスマッチ。ちょっと人数少ない気がするんだよこれだと。クソキモいことしよう。あれプレイヤーや。あれちょ、ハゲコこれ腐るな。使いどころはなさそう。やべ、弾なくなった。ちょ、AI お前武器起こせ。引っ越せ。あ、ラッチマンでもまあこれでいっか。あれこれめっちゃ来てねえか AI。やべえ、スナイパー感度低すぎる俺。ん？砂使ってんの。は？やっぱ後ろ撃たれそう。来た。やべやべ。ああ。弾が一瞬でなくなる。あ、100キルなのかと思ったらチームスコアかこれ。AI じゃなくて PMC に会いたいよ。危ね。違う。プレイヤーお前だろ。よし。これ AI にキルされたらバリポイント取られるとかあるのかな。あれこれ AI から武器回収できてない。そうなん。分からない。やべ。めっちゃ敵来るやん。偵察飛行を要請する。UAV オンライン。一人倒した。マガジンを変える。あいて。これ敵 AI まみれになってるわけじゃないよね。違うよね。ちゃんとプレイヤーいるよ。いるよね。あの中抜きの赤点が AI。いやそれは分かってんだけど。にしてもなんか少ない気がして。あはい。そういうこいつ投げナイフ階段待ち女。なんか空から降ってきてんだけど。え？あ、本当だ。空挺。エアボーンじゃん。サク。絶対嬉しいねこれ。あ、終わったー。適当に迫撃砲を呼んだ。あ、死んだ。このスナイパー禁止にしておき。入り組んでるしスナイパーもいるし、残念マップではここも。ここはちょっと広すぎるかな。建物をこんなに
入れませんのはやめてほしいな。まあでもこれ前線は切れそう。前線は上がってるんでしょ。選ばれたの。アナウンスのないボムドローンに殺された。味方が UAV を配置した。もうちょっとこれマップがね3個ぐらいくっついてんだよな。俺が知ってるバトルマップだよね。ちょっと 広すぎなんじゃね。フラグを使ってフラッシュを投げる。BF でも意識してるんか。BF でも AI はいないけどね。待って、なんか敵の AI 硬くなってんだけど。それは仲間の AI も同じか。リロード中だ。味方の UAV が展開を始めた。やべ。マガジン交換。上空に敵の UAV。リロード中だ。上空からの偵察が必要だ。ちょっとこっから動けねえ俺。おいしい。迫撃砲。まあまあ、そこの迫撃砲は最強すぎるな。AI がどんどん死んでいく。ビトールゲット。敵のガンシャ。え？よう出したな。じゃあ俺今日でもらってみしよう。うわ、何この敵の武器、超使いにくい。まあ、コールドブラッドだわ。あ、いや。頑張れ、V トール。なんだこれ、上にいんのか。ハロー貴様の武器拝借。ハンドガンじゃねえか。やべ、これ何ポイントまでやるの。 1500? もしかして。わからん。全部プレイヤーにしてほしいな。これプレイヤーが足りてれば AI じゃなくなりますとかって感じでもないよね。でもね、なんというかマップがでかい地味なモード。まあちょっと マップのせいで説はあるから。LTV。 あれ、ああ前線を押されまくってるから、もう敵スナイパーで籠城してますやん、ゲートに。おや、絶対一生こもってやってるんで。くそ。ねえ、このガンシップさ、グリッ、うん、いや違う違う。だってグリッチだったらもう一生フィールドアップゲードそうかやってるから。それにあいつはチームスコアちゃんと取ってるから分かんねえな。チームスコアは別に参考にはならんのよ。あれ AI 殺しまくってるだけかもしれん。でも AI5 分の1ポイントだよ。うまい。所詮はグリッチやってるやつは潔いから。ちゃんとジャガーの潔いのか。アドバンス UAVガンシップみたいな。あ、ガンシップはアドバンスと被るんかな。さっきから俺めっちゃ
プレイヤーと会える。あ、くそ。ちょっと敵に押されてね。頑張れ仲間 AI。 ここいる、ここいる、やった、ナイス。すぎスコアやば。こんな上まで登れちゃうんだもんな。うん、そう。そりゃ有利やん。何十億してやがる。弾がね。ああ、弾ね。拾いに行こう。あ、なんだなんだ。危ねえ危ねえ。あ、終わった。いやー、なんか、思ってたのと違う。バトルマップサーチ&デストロイと比べるとちょっとダメだな。ああ、いや、バトルサーチはね本当に面白いから。だって敵にキルデス比24いるけど。一生こもって、あれあれじゃん、ガンシップ2回出したやつ。ああ、そうなのか。うん。